では両チームの布陣、まずはホームの岩田からです。おなじみの 4-2-3-1 を予想。ゴールキーパーは三浦、ディフェンスは4枚、右から吉永、鈴木海斗、中川、小川、中盤の底に遠藤と金間、2列目右に松本、左に古川、トップ下には大森、ワントップにはファビアン・ゴンザレスです。一方のアウェー制限金沢です。こちらを 4-4-2 を予想しています。ゴールキーパーは白井、ディフェンスは4バック、右から小島、庄司、井上、長峰、中盤の底梶浦と藤村、右に石原、左に加藤、ツートップ杉浦と今日は林が入っています。前節から1人メンバーが変わりました。逆を見ています。さあ注目の古川、内側から小川大輝のスプリント、縦に行った、左足のクロス、ファビアンゴです抜けていく、吉永中にて右足、ビッグセーブを見せました白井優斗。左サイドから鋭いクロス、右サイドバックが攻撃しました。ボックス内7人います。岩田、ファビアン・ゴンザレスはペナルティースポット付近です。遠藤のクロス中央、ファビアン・ゴンザレス、前半7分得意のセットプレーから先制点、ジュビロ磐田今シーズン2ゴール目を叩き込みました。ファビアン・ゴンザレスです。一発のセットプレーで仕留めましたね。そうですね、白井選手もチャレンジしたんですけども、やはり遠藤選手のボールが少し伸びながら落ちる、非常になんていうんですかね、まあ、キーパーとしては非常に対応しづらいボールだったんですよね。なるほど、まあ、それをうまくファビアン選手が、まあ、本人的には本当当てるだけっていう感覚だったと思うんですけど、うまく押し込みましたよね。吉永背後、ファビアン・ゴンザレスコントロール、前を向く、自分で打った、止める白井。ファビアン・ゴンザレス右角から一気に足を振りました。今のもボックス付近まで来ましたけど、シュートは打たせてもらえませんね、金沢。そうですね、もう紙一重のところなんですけど、まあ、危ないゾーンにはボールも入るようになってきますね。高い位置の小島、低いボール中央、シュートだ、林が襲いかかります。今日初めてのシュートを放ちました。制限金沢、20歳の鈴木海斗と23歳の中川です。あ、バックパスが相手に渡る、右足のシュート止めた神浦。古川のバックパスしっかりと反応してシュートまで行きました林です。まあ、このパスは少し、かなり予測できなかったパスだったと思うんです。こういう時ってかなり慌てるんですけど、はい、まあ、逆モーションになった中で、まあ、うまく左側に体重移してよく触りましたね。素早く始めて左回行きます。古川、オーバーラップ、小川が出てきた、折り返し、ニアサイド、山田ポストです。ボックスの入り口、古川右足低いボール、攻撃には移れません。金沢、中川運んで山田立てます、倒れた、これホイッスルだ、 PK、 ジュビロ磐田、中央で古川が倒されました。倒してしまった井上にイエローカード、今シーズン2枚目です。古川の PK 決まりました。2点目、ジュビロ磐田自ら獲得した PK、今シーズンリーグ戦初ゴールにつなげました。後半の9分、追加点、ジュビロ磐田2対0です。ご覧のように支配率56磐田44金沢、磐田シュート9本まで行きました。左預けた、古川から背後、小川大輝が来た、ボックス中、折り返し、松本シュートまで押し込めない、ナイスプレスバックです。中峰、高い位置来た、吉永、カルマ落として、吉永左足ディフレクト、ゴール右を襲いました。コーナーキック、磐田後半2本目、
選手交代した大石が起点を作る。豊田に負けない中川の守備、藤村縦反転する奥田、ラストパス中央だ、右足大石変わってあっという間に1点差に詰め寄る1ゴール、今シーズン初ゴールを流し込みました。方ですかね、相手が分からない、まあ、どちらかに当たってゴールに吸い込まれなかったですね、まあ、その前のスルーパス非常にいいボールでしたね、はい、これ前回対戦と全く同じスコア2対1になりました。展開も同じですね、はい、奥田が抜けていく、カットイン、右足のシュート、三浦のセーブ、選手交代で勢いづいてきた津営源金沢、今度は左から中峰、島田中盤でサイドコントロールしている藤村がサイドチェンジ、小島の折り返し、豊田の左足ポスト、まだある、折り返しはクリアします鈴木海斗、右足の低いボール、中峰左足、豊田が待っている、胸で落とす、後ろから左足、小島の逆足ミドル、わずかの上です。今目安の4分台に入りました。ここで試合終了の笛です。磐田3試合ぶりの白星、上位を追いかけていきます。勝ち点40点台に乗せました。アウェイの金沢、今シーズン3度目の3連敗、岩田戦でなかなか白星をつかめません。